皆さんマスクをしてリフトに乗り込んでいます。先ほど午後5時に今シーズンの営業が始まったばかりの小樽市のスノークルーズオーンズ。例年はオープンと同時に500人以上が訪れますが、今日はコロナの感染拡大もあり普段より少ないといいます。心配と期待だとどっちが大きいですか？私としては半々といったところかなと思います。レンタルグローブの廃止や送迎バスに飛沫防止シートを設置するなど感染対策を行っています。安心してスキー場を使っていただけるような対策が必要だと思いますので、そこはしっかりと考えてまいりたいと思います。多いところではですね、1施設で1日数百件単位でキャンセルが出ているのが現状でございまして、深刻なのはホテルや旅館への影響です。札幌の奥座敷定山渓温泉、周りの自然を眺めながら入ることができる露天風呂が自慢のホテルミリオーネ。緊急事態宣言が出されていた春頃にはおよそ2ヶ月の休業を強いられましたが、 GoTo トラベルも後押しして先月の利用者は去年の7割ほどにまで回復していました。マスクを着用せずに顔を近づけると「マスクを着用してください」とアナウンスされます。感染対策をしっかりとして営業をしていますが、道の警戒ステージが3に引き上げられてからはキャンセルが相次いでいるといいます。こちらでもホテルからお客様に、例えば手袋をしてくださいですとか、マスクを着用お願いを、ご理解をいただきながら、ゆっくり過ごしていただければなと思っております。